高橋ってさ、かき氷のシロップで何味が好き？あ、俺？いや、俺はやっぱりブルーハワイかな。ああ、ブルーハワイ。ああ、ブルーハワイか。いや、ブルーハワイさ、俺あんま食べたことないんだけど、あれってさ、結局何味なの？ああ、確かにあれ何味なんだろうな。え、もしかして高橋もそんなに把握してない？まあ、あんま気にしたことなかったけど、まあなんとなくソーダみたいな感じ。いや、でもさ、それだったらさ、まあソーダ味でいいじゃん。まあ確かにそう言われたらまあそうだな。ブルーハワイってさ、直訳したらさ、青いハワイってことじゃん。なんかあれじゃない？なんかハワイアンにありそうな味みたいなことなんじゃないの？だからさ、未だにブルーハワイが何味なのかっていうのさ、俺わかんないんだよね。未だにブルーハワイが何味かわからない。いやー、かき氷のシロップって何種類もあるけど、やっぱり一番美味しいのはイチゴでしょ。いただきます。くー、うめー。あー、うめー。やっぱりかき氷と言ったらイチゴでしょ。やっぱりイチゴしか勝たん。よし、いただきます。うまっ。いやー、やっぱりかき氷って美味しいな。あ、待って、やべ、あ、やべ、頭痛い。あ、田中、大丈夫？いて、あー、やべ、早食いしすぎて、頭痛い。気をつけろよ、お前、早食いしすぎなんだよ。あー、これ完全に来たね。うわ、めっちゃ痛い。あ、やべ、早食いしすぎた。早食いして頭痛くなる。かき氷といったら、シロップの種類もそうだけど、やっぱりこのストロースプーンでしょ。このストローのスプーンで食べるからこそ美味しいんだよな。わかるわ。このストローで食べるからなんか美味しいんだよな。普通のスプーンじゃなくて、このストローで食べるから美味しいんだよな。美味しい。この最後溶けたところを、あ、美味しい。ストローで食べるからこそうまさ倍増。いや、やっぱりシロップがたっぷりかかってるところは美味しいな。あんま、うまっ、うめえ。あ、やべ、なんか気づいたら全然シロップかかってないやつだけ残っちゃった。あ、高橋、お前配分ミスってるよ。やべ、完全に配分ミスった。マジでこれじゃもうただの氷じゃん。シロップのところばかり食べるんじゃなくて、しっかり混ぜながら食べないと最後氷だけ残っちゃうから。これじゃあただの氷じゃん。味薄っ。